アイドルグループ乃木坂46の柿原可22が29日今年初のブログを更新し、卒業を発表した3期生の山下美月のラストシングルとなる35枚目シングルへの思いを明かした。柿は今日で2月が終わりますね。毎日目の前のことに精一杯で、今年初ブログが今日になってしまってごめんなさいと綴り、どうして今日ブログを書こうと思ったかというと、4年前まだ加入して1年くらいの時、4期生でリレーブログをしていて、4年に一度しか来ない2月29日に私の番が回ってきまして、4年後の今日もブログ書きますね。約束と皆さんと約束したことをずっと覚えていたので、やっとこの日が来たかと思って書いてます、とブログ更新の理由を説明。